気大好き、元気女子、プロンです。今回は、油圧ショベルのクレーン仕様を、ぺちょーんとピロりますよ。なお先生ね、油圧ショベルのブームのところに、移動式クレーンと書いてあるのを結構見かけるんですが、あれって何ですか？油圧ショベルで物を吊り上げて移動してもいい機械ですよ、の印です。へえ、逆に普通の油圧ショベルで吊るして移動させてはいけないんですか？事故が多くて非常に危険なので、基本的には禁止されています。しかし禁止ばかりしていても事故がなかなか減らないので、安全な環境で安全装置をつけた油圧ショベルだったら OK ですよって、平成4年に規制が緩和されたんですよ。へえ、なるほどです。その安全装置がついている油圧ショベルに移動式クレーンって記してあるんですね。ところで安全装置ってどんなんですか？まず1、バケットに外れ防止機能のついた頑丈なフックがついています。2、ブームに荷物の重さを感知するセンサーがついている。3、アームとブームの根元にそれぞれの角度が測れるアングルセンサーがついている。4、重さセンサーとアングルセンサーから持ち上げて旋回や走行、アームブームを動かしてもいいか悪いかを考える装置がついている。5、これは無理ですね、危ないですよを知らせる装置がついている。こんなにいろいろ装置がついているんですか？いやいや、これではまだまだ不十分です。アームシリンダーとブームシリンダーに落下防止バルブがついている。え？落下防止バルブって何ですか？アームシリンダー、ブームシリンダーの配管が損傷したりするとシリンダー内の圧力が抜けてしまい、アームやブームがガンって落ちてしまうんですが、シリンダーが圧力をなくしてもアームブームが落ちないようにする装置です。これまたすごい装置ですね。ただいまクレーンモード中ですよを皆さんへお知らせする回転灯がついている。かなり割愛しましたが、だいたいこんなところです。平らなところで作業してねとか、どのぐらいの重さが持てるのか確認するのは大前提です。クレーン仕様の言い方が、小松さんはアームクレーン仕様で、コベルコさんは移動式クレーン仕様なんですが、日立建機さんは ML クレーン仕様って言うじゃないですか。あれってなんか違うんですか？日立建機さんの ML クレーン仕様の ML とは、モーメントリミッターの ML で、簡単に言うと機械が倒れたりしないように荷重制限を管理してますよ、みたいな感じです。クレーン仕様の仕組み自体はどこのメーカーさんも同じです。へえ、モーメントリミッターの ML なんだ。クレーン仕様の油圧ショベルを運転する資格は車両系建設機械でいいんですか？掘削するだけなら車両系建設機械のライセンスだけでいいんだけど、クレーンモードで動かすなら移動式クレーン運転士免許や小型移動式クレーン運転技能が必要です。吊り上げる荷物にロープやワイヤーをバランスよくかけるにも玉掛け技能講習が必要です。はじめはクレーン仕様なんて、軽く見ていましたが、安全と便利を兼ね備えた超すごい機能なんですね。はい、今回はここまでです。最後までご視聴いただきましてありがとうございます。それでは皆様、バイバイ、またねー。ごきげんよう。Come on, come on.